ハンドメイド薪ストーブのケンジメタルワークです。今日はですね、こちらの鉄の丸棒を曲げて薪ストーブの本体につけるオプションパーツの製作を行っていこうと思います。今回のオプションパーツは 9mm の丸棒を使って、ここの位置にコの字のような感じでこの丸棒をつけていきます。溶接したところを、サンダーで削ってきれいに整えました。で、今ストーブの上にですね、実際に乗せて出来栄えをチェックしているところ